こんにちは。こんばんは。今回は、ウプ主がゲオに行ってきた話をするぜ。ゲオとはまたウプ主にしては珍しいところに行ってきたわね。ああ、そういえばゲオにもゲーム置いてあったなぁと思って、フラッと行ってきたみたいだぜ。また思いつきで行動したのね。そういうことだぜ。で、実際ウプ主が買うようなゲームは置いてあったの？ああ、まあまあ中古ゲーム置いてあったぜ。まあほとんど新しい機種のゲームだったけどな。っていうか新品のスイッチ置いてあったから、思わず一瞬買おうと思ってしまったぜ。いやさすがにそれは出費が大きいでしょ。まあな、ウプ主もさすがに一気に3万円以上使うのは痛いので思いとどまったようだぜ。っていうかもう普通にスイッチ売ってるのね。みたいだな。ちょっと前までどこ行っても品切れ状態だったけど、最近はもう普通に買えるみたいだな。まあ話を戻して今回買ってきたものを紹介するぜ。今回買ってきたものはゲームボーイアドバンスのソフトだぜ。ちなみに今回もウプ主がゲオに行った当日の、駿河屋、アマゾンの価格を参考までに載せておくぜ。今回も駿河屋は送料別、アマゾンは送料込み、の最低価格を載せているぜ。なぜこのような参考価格になっているかは、最初のブックオフ行ってみたの回に説明があるからそっちも見てくれると嬉しいぜ。説明欄に URL も載せておくぜ。いつもの定型文です。では今回購入したものを紹介していくぜ。まずはこちら。ピノビーの大冒険、86円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、280円、アマゾン、60円、だったぜ。かなり安く買えてるけど、アマゾンの方がさらに安いわね。ああ、これもアマゾンあるあるの、なぜか送料込み数十円で買えるソフトだったみたいだな。ウプ主もまさか86円より安くネットで買えるとは思わなかったため購入してしまったようだぜ。ちなみにこのゲームはアクションゲームで、アドバンスのローンチタイトルだったみたいだぜ。後にプレステにも移植されたようだぜ。へえ、移植されたってことは人気があったのかしら？いや、ちょっと調べたらネットでは酷評されてたぜ。だからアマゾンで60円なのね。みたいだな。次に行くぜ。甲虫王者虫キング、グレイテストチャンピオンへの道、86円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、200円、アマゾン、93円、だったぜ。これはギリアマゾンより安かったわね。そうだな。このゲームは、当時子供たちに人気だったセガのトレーディングカードアーケードゲームの、甲虫王者虫キングを元にしたゲームだぜ。アドバンスにしてはなかなかの再現度みたいだぜ。このソフトはハードオフのジャンクボックスによく転がってて今まで特に買う気はなかったんだけど、ウプ主は虫キング一度もやったことなかったので、86円なら試しにやるのにいいかなと思って買ってみたようだぜ。まあ確かに86円なら試しにやるのにいいかもね。次に行くぜ。次が最後だぜ。SD ガンダムフォース、302円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、430円、アマゾン、484円、だったぜ。これは少しは安く買えたわね。そうだな。このゲームは、SD ガンダムフォースの横スクロールアクションゲームで、3体のガンダムを切り替えながら進んでいくようだぜ。ウプ主はこのソフト前からちょっと欲しいと思っていて、いつかは買おうと思ってたんだけど、なかなか安いのが見つからなかったので今回購入できてよかったみたいだぜ。ちなみに見つけた時は280円って書いてあったから300円以下でゲットできたと思ったら、税別280円だったので税込み価格は302円だったんだぜ。いや、よく見て買いなさいよ。まあ22円しか違わないからいいじゃない。それにウプ主の行動範囲のお店だとだいたい500円以上で売ってるから、結構安く買えたと思うぜ。というわけで、今回購入したのは、ゲームボーイアドバンスのソフト3本だぜ。総額475円だったぜ。あれ計算間違ってない、86+86+302は、474円じゃないの。ああそれは、もし別々にお会計したらそうなるけど、税抜き価格のものを一緒に買ってるから。かっこ 80+80+280 かっこ閉じ、かける 1.08 イコール 475.2 となるため、475円でいいんだぜ。最近はだいぶ税込み表示に慣れてきたからちょっと違和感あるけど。そういえば昔は税別表示が当たり前だったものね。まあ税込み表示でもレジの計算の仕方によっては誤差が出るだろうけどな。消費税の端数の扱いについてちょっと気になったので軽く調べてみたんだけど、財務省のホームページによると、どうやら切り捨てでも、切り上げでも、四捨五入でもいいみたいだぜ。じゃあ消費税の端数の処理は統一されていないのね。ああそのようだぜ。正直統一してくれた方がややこしくなくていいんだけどな。確かに。
とだいぶまた話が逸れてきたので今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.